こんにちは。今から美味しい納豆ご飯の作り方を紹介します。まず1杯のお茶碗の中に8分目のご飯を、用意します。で、その後にあらかじめ用意しておいた納豆を振りかけます。これはご飯の上から直接かけてください。このように適当に均等になるようにならします。はい、その上からこれは鮭フレークというものを振りかけます。これもお好みで適当な量を振りかけてください。はい、その次にこれは市販されていると思いますが、焼き海苔というものを振りかけます。上からパラ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 振りかけてみます。この焼き海苔の中にはビタミン A、B、C、E、あとカルシウムが豊富に含まれているので、とても栄養には抜群な納豆ご飯です。そして最後に極めつけはこれです。マヨネーズを上からかけて出来上がりです。これで簡単に誰でもが作れる納豆ご飯の紹介を終わります。ありがとうございました。